今日はですね、あれですよ、日野商人芸家の、これはっていうとこですよ。はい、ご苦労様、昨日の作服の当主がみんな集まってきてるじゃないですか。どんどん前の方へね、今日ちょっと広い、会場広いんで、声がちっちゃってね。今日はまあ、じゃああれだな、ご商人のこのお言葉を中心に、行きましょう。じゃあ、まあ始めますね。今日はですね、ずっと読んできた中での、そのご商人のお言葉がすごく今の我々の修行の時に当たってるなと思いまして、ちょっと長いですけど、ちょっと今日はここを中心に行きたいと思います。では始めますね。今、公会堂なので、題目参照は控えさせていただきまして、心の中で、題目参照をする気持ちで、じゃあ参りますよ。資料としては皆さんはね、そんな難しい、今日締めましょう。冷房でいきましょう。本当に聞いてれば分かる内容なので、いきますね、読みながら。大商人様は、これはですね、御所用門っていう、総本山に行けば売ってます。で、令和元年時の法華経夏期講習の時の慶賀様の講義集なんですね。で、まあ、僕の買った本の中では一番今に近いので、まあ、いきます。大商人様は、まあ、これ、はしょっていきますからね。流れがあるんですけど、大商人様は、災いは口を出て身を破ると仰せであります。あるいはまた、世間でも、口は災いのもとと言いますように、言葉によって身を滅ぼすことが多々ありますから、重々気をつけなければなりません。特に、先ほども言いました通り、折伏の時は大事です。普段も大事でありますけれども、折伏に行って喧嘩をしてはダメです。相手が邪義邪習で固まっている時には、どうしても言葉が荒くなるかもしれないけれども、こちらの気持ちはいつでも平常でなければいけません。ここだよね、さっき言ってた。だから相手がやっぱり邪習のこの執着に凝り固まっている場合は、時としてやっぱり言葉はね、強くなることだってあり得る。あと荒くなることもあり得るけど、それがその根性からこっちがその怒っちゃダメってことね。いつでも平常な気持ちの中で厳しいことはきちっと言うけど、ちゃんとその場合はこうピシッと収まりますよね。怒っちゃうと、その収まらなくなるからね、こううわーってなっちゃって、もうあとはもう売り言葉に買い言葉みたいになっちゃってっていうね。これはいけないけど、やっぱり自分のいつも言ってるように、子供が麻薬の巣窟に長男がいるということを思った時に、これを何とか救わんという時に本人が麻薬に執着してれば、それは生ぬるい言葉だけではどうにもならんわけですよ。それは救おうと思うから強い言葉が出る。これは許されるけど、根性まで、苛立ってはいけない。で、皆さんは言い争った後で失敗したなと思うような体験がありませんか？大抵あるでしょう。私たちは厳しい言葉を使うことはあっても、折伏は相手を救うわけですから、怒り心頭に発して乱暴なことを言ってはいけませんと。これからね、ピンポンも許される、正式に、王道としても許される、王道っていうか、まあ、折伏業として許されることになってますから、その時も本当に気をつけてもらいたいとこはここなんですね。結構未経験者の人がピンポンやっていくと、相手の出方によっては、この怒りになっちゃって、それで売り言葉に買い言葉になり、そこでその、まあ、ひどい場合は警察も呼ばれる、まあ、私、昔散々呼ばれましたけど、今は呼ばれるようなやり方しませんけども、やっぱり当時はやっぱり怒りでやってたっていうことですよ。で、の警察呼ばれるだけじゃなくね、まあ、仮に呼ばれるようなことがなっちゃったりとか、そうすると、その地元のお寺に苦情が行ってしまう。これを避けなきゃならないわけですよ。なので、重々この現場では怒り心頭に発して乱暴なことを言ってはいけませんと。どんなにきちっと相手を呵責するときでも、言葉はやっぱり乱暴じゃいけないと思うんだよね。丁寧に、しっかり、厳しく呵責するのはいいけど、
その乱暴にそのお前がさみたいなね、お前あんなこと言ってやみたいな、それはやっぱり全然よろしくないし、それから地元のお寺に迷惑がかかり、なおかつそれが妙想寺の迷惑というか妙想寺の直れになるので、それを気をつけなきゃいけないと思うね。で、重々分かっていらっしゃるとは思うけれども、これはお互いに気をつけていかなければならないことですから、大乗人様は災いは口より出て身を破ると私どもに注意せよとおっしゃっているのであります。